こんにちは、花田美術の花田純です。美術というのは生まれ持った才能が有無を言わせる世界であるとほとんどの方が思っているかもしれません。しかし今回は本人の努力や恵まれた環境がうまくかみ合って名声を広げたか、菱田春草を紹介します。春草は洋画家であった小学校の頃の先生の影響もあり、開校したばかりの現在の東京芸大である東京美術学校に入学しました。春草の美大1年生の頃は成績は決して上の方ではなかったそうです。しかし指導者である岡倉天心の写生の力を見抜かれ、その力を作画に生かすクラスへ移動を進められたり、適材適所で成長できる環境がそこにありました。その甲斐あって卒業時には首席で卒業します。春草の才能が開花したのは自身の努力と天心の指導があってからこそのものであると言えます。その後は美大時代の同期である横山大観とともに西洋画の画法を日本画に取り入れる表現方法を新たに開拓することになります。その画法はまず海外で評価され、そして次第に国内でも評価されることとなります。春草は37歳の若さで生涯を終えてしまいます。しかし短い生涯の中で生み出した作品の多くは人の心を動かし、日本画に変化を与え、またこれからの可能性に続く世代に残しました。そんな日本画のターニングポイントに立った菱田春草の生涯と業績を紹介させていただきました。ありがとうございました。